私は総理に就任してから月1回のペースで、海外に出張しました。13カ国に出張してまいりまして、ロシアとはですね、初めて、2プラス2、外務大臣と防衛大臣、同士の、これは会合が、スタートすることになり、そして平和条約交渉をですね、加速化させていくことに、なりました。そしてまた、自由や民主主義や基本的人権、こうした基本的価値を共有する国々との関係も強化をしています。ヨーロッパにおいてですね、ポーランド、ハンガリー、そしてチェコとスロバキア、4カ国との会談も行い、また、日本の総理大臣としては初めてアイルランドも、訪問しました。そしてそういう国々からもですね、日本に対する大いな期待があります。アジアにおいてもベトナムや、モンゴリアですね、あるいはタイ、インドネシア、そういう国々からも、実はですね、アジアの国々においては、日本とアメリカの同盟関係、この同盟関係の存在はアジアの安定に極めてプラスになっている。それぞれの首脳が私に直接語っていることであります。こうしたことをしっかりと考えながら、地球全体を俯瞰して外交を進めていきたいと思っています。じゃあ、C さん行きましょうか。今たくさんの国の名前が挙がったんですけれども、韓国と中国がないんですね。やはりこれは一つの大きな問題だと思います。で、その理由は何かと。で、私はやはり歴史問題に対する態度があると思うんです。で、村山談話の見直しということを総理は言われておられます。一体どこを見直すのか。侵略の定義は定かでないとも言われておられます。私たちの党がですね、どこを見直すのかと。で、村山談話の一番の核心の部分は、過去国策を誤り植民地支配と侵略を行った、これへのお詫びですね。この核心部分を引き継ぐのかと。何度総理に正しても引き継ぐと言わない、これは一番の問題だと思います。ですから、こういう態度がある限りですね、やはりアジアの国々との心の開いた交流ができない。そして第二次世界大戦後の世界というのは、日独が行った戦争は侵略戦争という前提のようにできているわけですから、国際政治に通用しなくなると思います。はい、わかりました。じゃあ、小沢さん行って、最後安倍さんでいきますから。はい、先ほどの私の主張と裏腹の同じことなんですけれども、質問の日米関係でなぜアメリカの言うことばかり聞かなきゃならないのかということでしたけれども、これはですね、私は政治家にも、そしてもちろん国民自身の中にもですね、アメリカの言うことを聞いていた方が無難で楽でいいと、そういう私は感覚がね、どうしてもあるからだと思います。やはり対等のね、同盟関係になるためには、自分自身がやはりきちっと意見を言うと同時に、責任を果たして、独立国として日本として、責任を果たすということが私は大事だと思うんです。そうでないとですね、アメリカからも相手にされない。また日中日韓もある意味で同じような私は要素があると思います。そういう意味で、もう少し日本人はしっかり独立国日本としての意識を持つべきだと思います。はい、ありがとうございました。じゃあ、安倍さん、はい、お願いします。日中なんですが、私はですね、日本と中国というのは、切っても切れない関係であります。だからこそですね、さまざまな問題があったとしても、これは首脳会談あるいは首脳同士の交流というのはとても大切だと思っていますから、日本のドアは常に開いているというふうに申し上げています。ところが中国側はですね、例えば尖閣の問題についてある一定の条件を日本が飲まなければ首脳会談をしないと言ってきている。これは間違ってますよということを我々は言い続けています。何が何でも首脳会談をやろうとしてですね、こちらが国益を削っていく、これは間違っていますから、そもそも、そうした課題があるのであれば会って話すべきだ。当然それがですね、外交の常識なんだろうと、このように思います。いずれにせよですね、二国間を考えるときにも、先ほど申し上げましたように、地球全体を俯瞰しながら、戦略的な外交を進めていくことが極めて重要なんだろう、何よりも国益を第一に考えたいと思います。はい。